始まりましたアルティスあのヨっ払いラジオイエーイ。えー、というわけで自己紹介をどうぞ。はい。え皆、ー、さんこんにちは。横須賀市議会議員、<は>神奈川県横須賀市で議員をしております。小幡沙織と言います。えー、無所属で活動をしています。現在三十八歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、おばあちゃんは千九百八十五年横須賀市生まれで、えー、横浜イ 私立金沢高校卒業後、えー、アメリカの大学になんかなんか2つぐらい行っってるんだっけ、はいえー、とあ向こうの短大、まあ、いわゆるコミュニティカルシーって言うんですけど2年生の大学に行って、はい、その後4年生大学の3年生に編入して高校系で4年間アメリカの大学に通いました。ねあのカルス フォルニア大学ロサンゼルス校すなわち ucla の政治学部卒業だよね。はい、はい、このなんか ucla の政治学部って言ったらすごい。なんかめっちゃもうトップの名門って感じがするんですけど、ここにあの入ろうと思ったのはなんでなの？あ、元々 ucla を志望していたわけではないんですが、うんうん、あのコミュニティカレッジ最初の2年生大学の時にはえ何であの一般教養なので、学部は決めていなくて、うん、編入するという時になって。まあ、何学部自分のいわゆる専攻を。 どううしようかなと思った時にもともと私は高校生の時もあの政治経済のクラスを選択して取っていたで興味がある分野ではあったのでうん、うん、政治を学びたいということで、えー、政治学部を選びました。 おおはい。私は、あの、ホームページを見ましたところ、えー、おばちゃんのコメントで、アメリカには様々なバックグラウンドを持った人たちが集まります。そういった人たちと政治学を学ぶことはとても刺激的でした。えー、日本の政治のクラスを取った際、海外から見る日本の選挙は政治の不思議を指摘され、いたたまれない思いをしたこともあります。とコメントありましたけど、どういうところがいたたまれなかった まあ、でもちょっとどこの国も選挙のやり方は独特だなとは思うんですけどうん、うん、ちょっとやっぱ誇張されて、うん、あの選挙を扱ったなんかドキュメンタリー映画みたいなのが。 あるんですけどそれを題材にそれを見て日本の選挙の駅に立ってたすきをかけてしゃべるとか、うん、誰も聞いてないのでしゃべり続ける姿とかをこう流すようなそう,そういった話であったりとかまたその何だろうな天下りっていう公務員の天下りっていう制度とかについて英語で説明しなさいみたいなテストで出たりとか、うん、そういう何か日本のちょっとて悪いと言われていることを取り上げられたりっていうようなことがあったので非常になんか。 なかなか面白いなと思いながら、こう、日本を改めて題材として見るっていうのは非常に面白いなと思いながら受けていました、その授業を。いや、でも実質やばいなと思う。なんか昔さ、あの、片山さつきさんが出た時に土下座してるっていうあの映像を見て、お願いしますみたいな選挙の時に、ちょっとあれ、あの、海外の人が見たらほんとドン引きだなと思ったけど、結構土下座とかもあるもんね。そう、まあ、握手、あと握手を、まあ、握手をしてなんぼ、まあ、握手はちょっと他の国でもあるかもしれないんですけど、握手 をとにかくくどどんどんこう握手をしに行とかすすごくありますよねだからまあ頑張ってる感をやっぱすごい出すっていうのをなんかすごくそれをね誇張されて言われてる感じがしましたね授業でも。ううーん,なんかあのあ見,せる見せるからねそうやってしょうがないんでしょうけど。そうねなんか国会全社で絶叫みたいなねなんかそうそう,そう,そ,うそういうのは確かにまあなんかあの。 かなり特殊かなと私も思いますけれども。で、えっ、ー、と、アメリカから帰ってきてですね、えー、不登校、引きこもりの若者を支援をする団体でスタッフをしたり、えー、学習塾の講師をしたり、で、えー、横須賀市内の児童養護施設でボランティアをしたりということで、えー、で、えー、2015年に初当選で、えー、現在3期目というので、おばあちゃんって最初からトップ当選だったのあ、いや、違います。二番でしたね。得票数で言うと2番でした。1, 1回目も2回目も。3期目で初めて、うん、 投票数1番だったんですけどそうだよね。今年の4月の選挙で、もう私もあの、自分もね、選挙ボラやってたから、もうずっと張り付いてたんだけど、おばちゃんの横須賀もこう、検索しながら、トップ当選やないかと思って、もうすごい、すごいも嬉しかったし、すげえと思ったんだけど、<laughs> なんでトップ当選、前も聞いたけど、なんでトップ当選できるんですかこれは、非常に、まあ、ちょっと悲しいかな。やっぱり女性、 議員は少ないなと思います。やっぱ横須賀は少ないです。うん、まあこれは日本全国少ないんですが、私初めて議員になったときには女性議員6人いました。で2期目のときが4人。で今5人なんですよね。うん、で全部で今39人、1人辞めたって38なんですけど、のうち5人なので、まあ、決して多くないですよね。てか少ないですよね。ど <laughs> う考えても。貧費の,の男女費からすると明らかに少ない中で、私初めて出たときにやっぱ20代だったので、 20代の女性って当時は結構やっぱりインパクト若い男性は結構いたん出てたん過去にも出てたんですけどうん、うん、若い女性が出馬するってうちの町ではあんまりなくて、うん、非常に目立っていたいと思いますそういう意味では覚えられやすいんですよね駅に立って仮に同じ活動をしていても女性がやってればあなんか女性だなって多分パッとこう目につくんだろうなっていうふうにはちょっと思いました最初の時、ね、やっぱりそれからやっぱり最初から応援してくれてる人たちは多分応援してくれてると思うのでいうのもあって。 特に若い女性があまりにも少ないから、まあ、目立つっていうのはあるよねあのフィフティーズとかもさ20代30代のその女性議員の,あの候補者今回かなりあの当選したけれども。 元々が、えっ、ー、と、20代、30代の女性議員って1%しかいなかったみたいよ。そう、そうなんですね<っ>。めちゃくちゃ少なくて、あ<っ>、そう、見たかった。最初にもやばいよね。で、まあ60代以上の男性、つまりおじいさんが、あの、半数以上みたいな感じで、やっぱもう、政治はおじいさんとおじいさんのものみたいな感じだもんね。なるほど。はい、もうトップ当選ということで、すごいなんですけど、えっ、ー、と、この、あれですね。 まあジェンダーについてもおばちゃんも私は尊いフェミニストだなと思っているんですが、えー、ジェンダーを意識したきっかけっていうのはありますか？これ非常に難しくて、私は逆に今を振り返ると、まあ男女あの私1985年ってあの雇用機会均等法の年に生まれてるんですけどね。うん、あのなので私は小学生の時もずっとやっぱ男女って平等です、男らしくとか女らしくとかっていうのはナンセンスっていう風に習ってきました。授業でまあ、授業とかそういう冊子を配られて、うん、そうそういうな。 なんか男女,ジェンダー平等男女平等みたいなのすごく言われて育ってきていてで私小学校中学校とかの時には確かにその学生時代ってそこまで意識しなかったんですけどただけど私が多分女性という立場で女性として見られたくないっていうのがすごくあったなって今思い返すとすごいあってうん、うん、やっぱり痴漢とかがいたりとか、うん、やっぱりその自分の体型とかを揶揄されたりとかっていう。 経験があってやっぱりその女性らしくいるのを女性,その女性でいるだけで勝手にその品評会に出されるって前そんなような表現されてたと思うんですけど、うん、女性というだけで勝手になんでしょうな、ね、ランク付けじゃないけどうん、うん、そういう目で見られることが嫌だなと思ったので。あの 頭をですすねそう丸坊主にしましまてそれがすごいインパクトだったう女性性別を超えるんだって、性別を超えたいってすごい当時すごい思っていて、うんうん、男とか女とか関係ないんだって、私は私として生きるんだみたいな、すごくちょっとやっぱりそうですね、そ自己主張の結果、なんか金髪にするとかいろんな自己主張の仕方があると思うんですけど、あの思春期行った時の,あの自己主張のあり方で、うんうん、私は髪の毛を坊主にするということで、なぜか私は、ね、自我を保っていた。 ね、小学生でしょいやそれでも中2でしょなんか丸坊主にする中二ってもうすごいなんだろうな私はパンクでかっこいいなと思ったんだけどなんか私初めておばちゃんに会った時になんて貫禄があるんだと思って田中角栄みたいと思ったんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> すごいよね。だってまだ37歳とかそんなもんでしょ年齢。う今 30, そう、この間38になりましたけど。その何、あの、貫禄というか、あのか、いや、でも私、昔から、これはなんか別に私、井戸端会議、うち、母がね、よく、うん、あ他人の、なんか、 よく他人をお家にんお家でお友達をお家に呼んでうん、うん、結構おばさん方が集まるような家だったんですけど、うん、<laughs> そこに参加していたからか私昔からすごいおばさん臭かったんですよ。喋 <laughs> り方とか。おばさん臭いって言い方良くないよね言い方これも表現良くないんだけどなんかでもそ、うん、なんて言うんだろうなその大人っぽい喋り方を大人っぽいそういう大人と合わせて大人の間とか大人を笑わせるじゃないけどそういう。うん ふうにしてきたのでなんかなんでしょうねそういうふうになってったっていうのもありますしだんだんそうだんだん年齢が追いついてきた感はすごいあるんですけどいや本当に追いついてきてるよねだってもうその状態で28だったらもうなんか人生何度目やねみたいな感じもんね <laughs> もうや若い時は生きづらかったんですよすごくん若い女性って若い女性でいなきゃいけなくてうん、うん、それが私は結構最初一期目の時は29で受かったのでうん、うん、結構そこがしんどかったからやっぱ若い女性 女性カテゴリーで私は女性としてそういう坊主とかで生きてきて、うん、あんまり女性性っていうのを意識して、ね、こなかったわけですよそれまでむしろそこから逃れたい感じだったわけよねだけど結局女,女性議員とか女性候補とか女性議員っていう枕言葉に女性をつけられて、うん、みんなはそれを期待しているし私も別にその期待を に乗りたくないって思ってたわけでもないし、確かに女性が少ないっていう現状もあるから、そういう意味では女性性として出るまあ別に間違ってはなかったと思う。そこが結構最初はただ女性あまりに女性性を女性として見られることに結構最初は抵抗はあ,あったんです。そうだよね。まあそのマイノリティがその属性を代表させられるっていうやつだよね。それは本当一般企業でも私の友人もすごい言ってる。もうその管理職とかがあまりにも女性が少ないから、もうじゃあ女性としての意見をとか女性目線でとかも女性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 言われて。 男性としての目線でとかは言われないからね、もうそれはまあ確かに私は女の代表じゃねえぞとは暴れたくなるようなって思うんだけど、で、やっぱりその、まあ若い女性が少ないからこそ、それだけ若い女性がね、こう政治の分野で活躍できる機会が少ないからこそ、まあ、目立つっていうので、こう目立っていいよなみたいな厄介もあると思うんだけど、同時にやっぱりすごく性差別とかハラスメントも受けるよね。そうね、まあそこ、まあそうですね、過去にいろんな発言をされたこともあって、 それは同僚とかではなくて、まあ、先輩も引退された方であったりとか地域の方とも関わる地域というかほらななんでしょうねいろんな市民の方と関わったりとかいろんな場合に出る中で,、うん、で若い時ってその対,処のし対処しなくていいんですけど対処の仕方も対処っていうかこっちの対応もよく分かんなかったりとかいうこともあったのでうん、うん、非常にだろうその下品な言葉を言われたりとかはしたことはありました。 すごいあのうんなんかすごいプライベートなこととかあとなんか体の、うん、体つきに関することとかお<ー>ってくる方とかはいましたけどで今はねいない。逆にか20代女性で1期目 何かやっぱだから明らかにしたしたっていうかやっぱ弱い人に対してしか言わないんだなーって今感じてますけど、うん、そうだねこれはなんか今日ちょうどあの浜田麻里さんのあの記事を私読んでてはい、はい、そうするとやっぱり女性で勝つ新人っていうのが一番やっぱり狙われるその、まあ、キャリアもないしまあ言ったら舐められるっていうのででその女性議員の何かアンケートでその性差別やセクハラを受けたっていうのはもう女性でいうと34.8%で男性は 2.2%17 倍違うわけだよ、ね ね <laughs> てか男性はほぼ。やっぱり性差別とか。それからまあ受けてないっていうアンケートだったんだけど、いや。まあだからこそ、そのすごく。まあそのまあ女性の方がね。こう。やっぱりこうハードルが高い議員になるハードルが高いっていうのもあると思うんだけど、おばちゃんはそもそもなんで議員政治家になろうと思ったんですか？そうですね。まあ、政治自体は興味がありました。まあ、政治経済とか取ってたっていうのもありますし、うん、あのまあ元々はその政治経済に興味持ったのは、私はすごい。単純な人だから、小学校6年生の時に公民の授業を聞いてて。 うん、なんかあ公民の授業を聞いてたらなんかすごくあなるほどなんかニュースで言ってることとか新聞に書いてあることのなんとなくそのワードの意味が分かったりとかして、うん、あ政治を勉強すると世の中のことが分かるかもしれないっていうすごい単純なあの小学生の時に私は思ってですね高校とかでも政治経済とか選択して取ってたりとかしていて、うん、そういう意味では政治を勉強するというか政治経済とか,こう、まあ、なか学難としてね勉強すること自体に興味があって大学生の、うん 取った、専攻したししんですが、まあ、まあそれと並行してかな、まあ、政治家とかっていう仕事も、まあ、まあ政治家だけじゃないなやっぱり行政あの外交とかそういうことにも興味はあって、うん、フレンとかまあそういうことも興味あったんですけど、まあ、そういう意味でまあいろんな中で大学生の時に、えー、と議員のところでインターンシップをしてみようということで今でこそインターンって結構まあメジャーになってますけど、まあ、ちょっと学ばせてもらうみたいな形で。 夏休みに帰国した時に長期に夏休みのと帰国で,あできるので長期にいられる時に、うんえっと、当時は本当にホームページとか持ってる議員さんとかもすごい少なくて審議会議員で。 ホームページそこまでなんていうのみんなが全員がスマホとか持ってっていう時代ではなかったからネットで当時アメリカにいる時にアクセスできる議員ってもう数が限られててうん、うん、市議会議員の中でも当時2人ぐらいしか多分アクセスでき可能な方がいなくてアメリカからこう連絡できるような人がいなくてうん、うん、そのうち1人がインターンを募集していたのであのインターンをさせてほしいということでお願いしてその方の下で大学生の時にインターンをしたのがまずその市議会議員というものを知った一なんか身近に知った。うんうんで きっかけで、まあ、その時にまあ市議会議員という働き方があるんだなっていうふうに思ったんですよね。やっぱりこうテレビとかに出るのって国政ばっかりだし、うん、なんかやっぱりこう大学生とかだとやっぱり国政なんか国国何だろう、ね、外交とかそういうことも含めて国レベルの話もなんかすごい頭でっかちなので考えがちなんですけど、うん、あこんなにこう政治って本当は地に足についてることなんだっていうなんか割とこう政治経済もどっちかと,と全体的な国の話が多い中で。 あんまこう私もそんなにタッチしてこなかったところを結構こつぶさに見たというかあ市議会議員ってこういう風にこんなに市民の話を聞いて、うん、市民の困りごとをこう解決していく仕事仕事とかそういう役割なんだなっていうのはすごい知ったっていうのは非常に大きくてですね そうだよね。なんかそれは私もわかる。私はあのボランティアだけど、その地元で松本のりこさんとかのして、本当に解像度が上がったもん。あ、自分の住む神戸っていう街で今こんなことが起こってて、なんかこういう問題があってっていうのが、 ものすごく分かるようになるすごいやっ、まあ、興味を持つようになるよね。本当に何かその大きかったかなって。うん、で、それであのまあえっと2009年にえっと帰国、日本に帰ってきて、まあその年にちょうど、うん、私がそのインターンをしていたのは市議会議員さんのところだったんですが、うん、その方が横須賀の市長選に出られたんですよね。私が大学卒業する年に。<う>まあそれで33歳で市長になられて、<う>やっぱすごい若い市長さんで、まああの当時のその彼の年齢私は超えてますけど、やっぱり若い人がそうやって挑戦し 政治をやっていくっていうのをすごい身近で見ていて非常にまあ刺激を受けてたのもあったんですけど、うん、まあだからそれが2009年2013年だったと思うんですけど横須賀市のまあ人口が転出者数として全国ででワーストンにななったんんすよあそうなんやへ私も横須賀好きで両親も横須賀出身なんですけど2009年に帰国してきた時に同級生がもう本当残ってなかったんですよね地元に。<laughs> へー 結構やっぱり横須賀って絶妙であのすごい小さな都市ではないんです。でそこそこの人数いるんですけど。真次郎もいるしね。だからすごいなんですが、うん、やっぱりこう横浜とか東京に出ちゃうん、東京とかに出ちゃうんですよね、結局。大学とかに出たまま戻ってこないってやっぱすごい多くて、<ー>どっちでいないなって思ってた時に、うん、思ってたところに、その要ば数字として、全国です。うん、転出者数と転入者数のこの差が差が一番、なんていう,んだろうワーストだったっていう時年があったんですね、うん、まあ全国の中で。でその時にあ やばい、このままだと横須賀市まずいみたいな風に私はすご感じて、<ー>私はもう自分が地元が好きだったので、コスカ未来る諦めたくないみたいな感じで、私もう政治の世界に行って、こうコスカを何とかするんだっていう気持ちで、あの、立候補に至ったっていう感じ。おー、ちなみにその時、もう新次郎は存在したの新次郎さんは、泉さんは。気がするな、いた。 かなちょっとすいません。私もなんかいたと思います。新次郎さんが。あ、でもどちらにしよう。そう。鈴見さんが初当選した。いた、いた、いましたよ、ね。ごめんなさい。<laughs> 私も <laughs> 怪しいなあ。いた、いたはず。いた,いた、いた、いた。<laughs> そう、なんか<う>、UMA みたいなというけど。<laughs> そっかなんかやっぱりこう残すかって言うとそのあれじゃないそのおばおねおば様たちがなんか「キャーしっちゃんみたいななんか「なりこまや」みたいな,なんかそういうこうもう歌舞伎のようなさなんかこう何て言うの大大ファンみたいな人が多いんじゃないかと思うんだけどあそうですねやっぱりあの国政は、うん、国政は自民党を応援してるって方やっぱあまあそれでもどこの地方でもそうだとどこの 街でもそうだったら、そういう方が多いと思うんですけど、うん、っていう方は多いですよね。やっぱり自民党さんを応援してるっていう。ただ、やっぱり市議会とかなると市議会とか市長選とかになると、またちょっと別の方を自民党じゃない人も応援するって方も。もちろんたくさんいらっしゃる感じです,ですね。だって無所属のね。おばちゃんがあのまあ、トップ当選。今回の春トップ当選っていうことでしたが、まあ、今回3回目の選挙でどう？なんか初めての選挙って、しかもまあ無所属って。 普通にすごい大変だろうなと思うんですけど大変。 無所属そう無所属で大変っていうふうには思わなかったですがあでもそれがやっぱりそのん聞けるんその政治私もだからインターンとかしていた関係でうん、うん、もうすでに政治家になっている知り合いとかもちろんインターン先の人もそうですしあの、まあ、インターンの時の直接の先輩とかももう先に市議会議員になっていたりしたのでうんなんかそういうノウハウというか選挙に関するノウハウを聞ける人がいたりとか。うんうん 私もなんかその、えー、と自分が社会あの、塾の社員だったんですけど、学習塾の社員として働いてる時にもあの、政治家の選挙のお手伝いとかに行ったりとかっていうのをしていく中で、まあ、選挙のいわゆるやり方みたいななんとなく分かっていたっていうのは一つ、まあ、強かったかなとは思うんですけど、無所属だと、その、何だうな、仲間、一緒に戦う、一緒にいろいろ活動してくれる仲間は自分で集めなければいけないので。うんうん はま,まあ大変といえば大変ですが、も、まあ、逆に本当やってくれた人たちはみんなすごくなのなん別に命令とかで来てるわけではないので、うんうん。ウィーンとかで来てるわけじゃないので、皆さんすごい気持ちよくお手伝いしていただいて。おお<ー>。かな,なか私もま選挙ボラをしてすごく選挙というものに興味が湧いたんだけど、そのボランティアの人っていうのはどうやって集めているの？おばちゃんは。私はなんか元々まあ、共通の知り合いで、あの別の方を応援して別の方を応援てって変だな言い方がなんかこう知り合いがまあ私地元なのでやっぱり地元で、うん。 生まれ育ってるので、やっぱ最初の時は町内の方とかがすごい応援してくださったもう知り合いの知り合いの知り合いみたいな。こう知り合いとかやっぱりご近所さんとか、まあ、町内会の役員とかもあの選挙出る前からやってるので。そっかそっかあとあれだよね、あのお母さんのそのおばちゃんつながりとかもあるだろうしね。<laughs> や,っやっぱりそう <laughs> 知人とかがこうあとはなんかその方が連れてくるとかそういう感じですかね。おお<ー>、うん、そのそれこそこうホームページとかなんか何から何まで結構なんか無所属だとまああの党にしょ 属してると、まあ、なんだかんだ、党がやってくれるじゃない、大体のことは。でも、結構、そのデジタル系とかって、どうしてるの、誰か担当がいるの。ああ、いや、私だから、ちょっと、よ、よ、あ、で、そのホームページとかはもう、あの、依頼して、うん、あの。 としていいあの最初の時はボランティアで作っていただいたんですけど今はもうお金払ってもう作っていただいてる業者に作っ業者というか知り合いの会社に行っていただいたりとか、はい、友人にだから最初の時はきは友人そのパソコンできる友人とかにもう全然私は分からないのでうん、うん、ホームページを頼んでっていう感じですねブログの更新とかは自分でやりますけどそうだよねその辺がやっぱりその、まあ、無所属だからこその自由さってのもすごくあると思うんだけど要はその党の言うこと全部聞かなくていいみたいなうん、うん、そういうのもあると思うんだけどまあでもそっかそっか地元でそのまずは 知り合いいでで応援しててくれる人でっっうこととだだたんだねあとやっぱりそのインターンするっていうのはいいなと思ったなんかあの前尾辻加奈子さんにもこの,あのラジオ出演してもらったんだけどやっぱり尾辻さんもそのインターンをしてみたっていうのがやっぱりもう人生の契機になったみたいな。うんはいはい そうだよねだからちょっとまあ議員とかに興味ある人まずはインターンをしてみるっていうのはすごい私は今もインターンを募集してたりとかするんですけど、まあ、行政に興味あるあ職員あ公務員に興味あるみたいな子供も応募してくるしいろいろな理由で応募してきますけどインターンって何をするのカバン持ちみたいなことするのいやなんか多分それ本当人に人よってバラバララ 思うんですけど、まあ、私は一緒に自分の活動についてきてもらったりとか、うん、一緒にこう政策提言するなんかだろうな質問する内容を一緒に考えてもらったりとかっていろいろしてきましたおお、今も募集中ということであのちょっと横須賀にあのあの近所にお住まいの方はですね是非ちょっとホームページとか見てもらったらと思うんですがあとあれだよね今年の4月インパクトがあったのがあの選挙初日に「黙れ女」っていう紙を。<laughs> 貼られたというかあの事務所の前になんか空き缶が置いてあってシャッター閉まってる事務所の前に置いてあって何、うん、かだなと思ったらうん、うん、空き缶になんかその黙れ女って,か、ま、っていう紙が巻かれてて別の女性の方のチラシ を、うん、いいたぶん落書きをして黙れ女って書いたやつをわざわざ私の事務所の前に私の事務所って分かって看板ついてるので、ねうんうん、私の分かって置いてたといやすごいよねなんかこの黙れ女っていうこのたった三文字で言いたいこと全部言ってるみたいなそのなんかとにかく女になんか女が物語を言うのがこう頭にくるとかその女にもうそもそも口がついてることが嫌だみたいななんか本当なんかアンチフミというかもうみそじにを三文字で見事に表してるよね、うん、すごいあのそう,そうなんですよ私もなんか結構な衝撃だった あったんですけど <laughs> うん、うん、そうでそれがもう初日のもうあのー、8時スタートだでその何だろうな多分朝のほんと早い時間だったんですよね7時半とかでまたしょうがないからでもその日から選挙が始まるので、うん、やっぱり何かあっては困る何か攻撃されても怖いしうん、うん、とりあえず警察に届けましたよっていうことをこうアピールする意味でもまあ警察にもちろん届けたんですけど何かあったら困るからうん、うん、そ,そしたら、まあ、て警察の方もまああの ちゃんと指紋とか取ってくれたんですけど、まあ、犯人は全然分かんなかったんですけど、今も全然分かってないんですけど、うんうん、ただまあ、選挙期間中も気にしてくれていたし、一応インターネットの方ではやっぱそう、警察には連絡してありますってことを発信していたので、うんうん、何か別に直接的な攻撃を私はその選挙期間中受けることはなかったですけど、まあ、ちょっと誰が置いたのかは全然分かりませんけど、<laughs> すごいなってちょっと思いましたよね、朝から,す朝からというか、選挙の初日から。本当にね、まあ、多分でも性別は男なんだろうね、犯人は。黙れ男とは言われないもんね。で女の人が黙れ 女とは書かない気がするのでそっかーいやーでももう本当そんななんななか選挙の初日からそんな結託そが悪いことがあってもトップ当選したということでですね素晴らしいという思うんですけれどもじゃあちょっと後半の方はですねあの議員になってよかったこととかまあ,あのこういうのに取り組んでますみたいな話も聞きたいと思いますのででは、えー、後半も聞いてくださいではさよなら。さよなら